34センチ、高岡市の伏木で29センチなどとなっています。入善町上野と南砺市川西では未明に3時間で20センチの降雪が観測され、気象庁から顕著な大雪に関する気象情報が発表されました。大丈夫じゃなかったの？